皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。創作力チャンネル、動画のご視聴ありがとうございます。今日はですね、非常にいい天気で、雲一つない、晴天が広がっていますけれども、今日の話のネタはですね、はい、こちら、私の愛車の日産エクストレイルですけれども、この車ラッピングを全体にしてまして、そのラッピングしたのが、まあ、2年ほど前なんですけれども、このラッピングの素材がですね、まあ、3年くらい持つんじゃないかということだったんですけれども、まあ、2年経って、このボンネットのあたり見ていただくと分かるんですけれどもね、ちょっとこう縦にこうひびが入ったりしてますよね、これね。このラッピングなんですけど、直接車に貼り付いてるフィルムの上に透明なラミネートフィルムという、まあ、表面を保護するフィルムが貼ってあるんですけれども、それがですね、多分、日の光に当たって、だいぶこう劣化しちゃったんだろうと思うんですけれども、まあ、それ以上にですね、色自体がだいぶこの元の色から冷めた色になっちゃった感じなんですよね。まあ、ここの色とここの色がこうだいぶ違って見えると思うんですけども、だいぶこの日に当たったことで、こうね、退色した感じにもなってるし、まあ、このひびが入っちゃってることもあるので、まあ、そろそろこのラッピングをですね、全部今日は剥がしちゃおうと思います。はい、まあ、以前にもですね、この車のラッピング剥がす動画1回出したんですけれども、まあ、今回はこのフルラップということで、結構剥がす時間もかかるんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、当時剥がした時はだいぶ寒い時期、まあ、2月の頭ぐらいだったと思うんですけど、まあ、今日はですね、日の光も当たって、このフィルムも、ね、だいぶ温まってると思うんで、剥がしやすいかなと思うんで、ね、はい、これから剥がしていきたいと思います。ボンネット剥がせたんですけど、まあ、一点きれいに剥がれては見えるんですが、ちょっとね、剥がれが一気にいかなかったところにちょっとのりなのか赤なのか、なんかちょっと白っぽく残ってるんですけど、まあ、これはあれですかね、ボディクリーナー的なものを使えば落ちるとは思うんですけどね。はい、
はい、というわけで車のフィルム、全部話し終わりました。まあ、剥がす前にちょっと心配だったのはこのフィルム、まあ、だいぶ安い材料だったんですけれども、まあ、貼ってからおよそ2年経ってますけど、ちゃんと綺麗に剥がれるのかっていうことだったんですけど、はい、わかりますかね。この、ドアのこれ溝のところなんですけど、ちょっとこう白くなんか浮き上がって見えてると思うんですけど、これフィルムのあれですね、接着剤が残っちゃってますね、これね。で、これどういうところに、まあ、こんな感じのが残ってるかっていうと、フィルムがちょっとこう張り付いてなくて、ちょっと若干浮き上がっちゃってたところがあったんですね。こういう、まあ、この段差になってるところ、やっぱへこんでるところはちょっとフィルムがこうそこにこうついていけなくて、こう若干浮き上がっちゃってたところの接着剤がちょっとこう残っちゃってましたね。で、糊の残りがこのルーフ上のこの、凹凸があるんですけど、やっぱこの凹凸のこのへこんでるところにやっぱフィルムがうまくくっついてなくて、そこのところの接着剤がやっぱりだいぶ残っちゃってます。ここだけじゃなくて、こうまあ、見渡すと結構この溝のところに、ね、接着剤がだいぶ残っちゃってるんですけど、まあ、これはまあ最悪クリーナーで落とせばいいんですけどね、はい、やっぱりまあ安い材料っていうのは、まあ、安いなりの理由があるっていうことですね、はい、やっぱ一流メーカーのフィルムだとこういう乗り残りっていうのはないんですけど、やっぱりこういう安い材料っていうのはこんな感じになっちゃうってことでしょうかね、はいはい、というわけでこれがフィルムの残骸です。まあ貼る時よりは剥がす方がまあ楽っちゃ楽でしたけど、やっぱり長期間貼っておくとフィルムが劣化した時にやっぱノリが残っちゃうということが分かったんで、うん、まあ次回からは材料はちょっと慎重に選ばなきゃなと思いましたね、はい。というわけで最後まで動画のご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタン、チャンネル登録もお待ちしております。関連動画再生リストからよろしければ他の動画も見ていってください。それではまた別の動画でお会いしましょう。